皆さんこんにちは、キャスト ICB の小林です。ゆうきです。はい、今回はですね、はい、首都圏の有名国立大学を比較してみましょうということで、はい、今までキャスト ICB であまり扱うことができなかった横浜国立大学、そして筑波大学、そして千葉大学、はい、この3つのね国立大学について扱ってみたいというふうに思います。はい、まあ、総合系のね、まあ、大学としては、うん、まあ、かなり、まあ、人気度も高い、まあ、首都圏にありますからね、そうですね、大学なんですけれども、はい、まあ、今までねこう扱ったことがありませんでしたので、まあ、今回一気にね紹介できればというふうに思います。はい、意外とこのあたりは併願をね結構している人も多くて、うん、まあ、例えばまあ医学部なんかだと、まあ、筑波と千葉にしかないとかね、はい、そういうのありますけども、例えば文系で経済系だったらどこに行こうかなとか ね、 そうですね、結構ねこう併願とか、まあ、どっちにしようか考えてる人も多いと思うので、うん、皆さんのね参考になればいいなというふうに思います。はい、でまず今回難易度からいきたいと思うんですが、はい、まず最初にね、まあ、センター試験前期、ね、試験のデータを見てみましょう。ドンということでデータをね出していただきましたが、はい、どんな感じですかねこちらね。はい、この筑波大学の医学部に関しては72.88で載ってると思うんですけども、はい、この72っていうのは看護の方ですね。医学部看護学科ですね。はい、で横国に関してはちょっと学部数が少ないかなっていうふうに思うんですけども、うん、意外と理工学部の中に筑波でいうところの情報学域や生命環境学域のような学部も入っちゃってるんで、まあ学部数は少し低いように見えますけど、まあ理工系の学部もたくさんあるよってことは知っておいてもらえたらいいかなっていうふうに思います。うん、そうですね、まあ、単純に数で言ったら筑波と千葉の方が多く見えるんですけれども、はい、まあ、やっぱりどこを見てもですね、まあ、センター試験で8割、まあ、医学部はちょっとあれですけども、はい、8割取るっていうのが1個の目安になってきて、まあ、場合によってはもうちょっと低くても、そうですね、まあ、いい、例えばまあ横国の教育とかね、はい、まあ、いけます、75ぐらいでもいけますよとか、はい、まあ、あとはちょっと薬学部系だともうちょっとね、千葉の薬学部などの80な、もうちょっと欲しいなみたいなありますけれども、まあ、8割ぐらいがこの辺の ね、 そうですね、大学を受ける人の1個のまあ目安というか目標になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、では次に後期のセンター試験出してみましょう。ドンということで、はい、まずそもそもまあ後期試験はやってるとことやってないとこがあると思うんですけども、そうですね、横国に関しては多くの学部で後期試験やってるかなっていうふうな印象を受けました。はい、で筑波や千葉に関しては、まあ、理系の学部に関しては結構多めに後期試験やってると思うんですけど、文系の方がなかったりであったりとかあるので、まあ、受けたい学部によってあれなしがあると思うので、その辺は注意してもらいたいかなというふうに思います。ね、はい、パーセンテージで言うと、まあ、ここも多少の違いあるんですけど、まあ、当然前期よりは上がって、はい、そうですね、85% ぐらいが、まあ、1個の目標地点になるのかなというふうに思います。はい、であとはあの千葉ですね、千葉の医学部に関しては、まあ、結構医学部では比較的珍しく後期でその、まあ、医療系でね、まあ、出ているので、はい、学部がなのでかなり人気が集中しやすいというふうに言われていて、まあ、数字としてもですね非常に高い数字になっているし、すごいですね、まあ、実際にこう後期の千葉の医学部なんかは結構離散にねこうちょっと落ちちゃったよという方がまあ受けて入学する場合はあるぐらい、あの非常に難易度の高い、まあ、入試となっております。はい、では次にですね、二次試験の偏差値なんですが、はい、まあ、いわゆる前期試験ですね。そうですね、こちらの数字を見てみましょう。ドン、はい、ということで、まあ、こちらね、パスナビの河合塾さんの数字だと思うんですけれども、はい、どうですかね、内容は。はい、予告に関してはちょっと文系の方が高くて理工系が少し低いかなっていう風な印象を受けました。うん、また筑波の医学部の 57.5、 こちらまた看護学部の、あ、看護学科の方で、うんうん、まあ、67.5 が医学部医学科の方ですよってことは注意してもらいたいかなっていう風に思います。はいはい、あとはですね、筑波の芸術学部ですね、はい、こちらはセンター試験が700点で、その後実技がまだ700点あるので、はい、まあ、二次試験の筆記試験、いわゆるこうペーパー試験はないよということです。であとはやっぱ千葉大学を見るとですね、はい、千葉大学の工学部ですね、はい、中身の学科の中で結構開きがあるんじゃないかなというふうに思いました。はい、まあ、52.5 から 62.5 なので、まあ、最大 ね、 そう10違っているということなんですけども、はい、一番高い 62.5 っていうのは電気電子工学ということで、まあ、ここを除くとですね、まあ、平均すると、まあ、55、57ぐらいに、うん、まあ、収まってくるのかなというふうに思います。はい、それでは次に後期試験ですねの二次試験について見てみましょう。ドンということで、はい、まあ、やはりまあやってないところはあるので、そこはまあ罰がついていると思うんですけれども、ね、いかがでしょうか。はい、二次試験になるとかなり罰が増えたかなっていうふうな印象を受けて、横国が後期試験で筆記を要求してきてるのかなっていうふうな印象を受けました。はい、で筑波はほぼなくて、千葉もまあ理系のみ実施されてるのかなっていうふうな印象を受けていて、まあ、千葉の医学部はもちろん高いな、70と高いなっていうふうな印象を受けます。はい、
まあ、やはりですね、センター試験で、まあ、しっかり取れている場合は、はい、結構筑波大学だと一部を除いて、まあ、大体センターだけでね決まってしまうので、まあこう、まあ、仮に取れてればですけど、はい、まあ、出しやすい印象はあるのかなと思いますね。逆にちょっとセンターでちょっと失敗しちゃったよっていう場合は、まあ、横国でね、まあ、2次で逆転、うん、まあ、しやすいとは言っても、まあ、やっぱ後期で難しいんで、別にそれで受かるわけじゃないけれども、まあ、はい、最終的には横国受ける方が、まあ、戦略としてはいいみたいな感じになってくるのかなというふうに思います。だからこの辺に関してはセンター終わってから決めちゃってもいいのかもしれないですね。そうですね、はい、それもあると思います、はい、次にですね、特徴的な学部についてちょっと説明をしてみたいと思うんですが、はい、まず横国からいきましょうか、はいはい、横国の建築なんかはいかがでしょうか。はい、建築はすごい有名で、まあ、東北大学、名古屋大学、九州大学、北海道大学といった、まあ、地方の旧帝大の建築系よりもやや偏差値が高く出てて、まあ、京大、東工大に次ぐレベルというふうに言われていますね、はい、まあ、僕の、ね、友人なんかでも横国の建築なんかは知名度が高くて、はい、結構人気だったなという印象が僕の時代からもかなりありますし、はい、実際ね、建築界のまあノーベル賞と言われる、まあ、プリツカー賞ですね、はい、まあ、こちらを取った教授がまあいたりですとか、まあ、かなりですね、教える方、まあ、教授陣もまあ知名度が高い優秀な方が多いというふうに言われていますし、まあ、やはりね、あの先ほども言ってくれたように教育制度が結構充実しているような話も聞いたりします、はい、次に千葉大学なんですけれども、はい、まずはやはりね、まあ、有名な医学部なんですが、はい、こちらいかがでしょうか。はい、医学部は戦前から名門医学部として名高い旧制六医科大学、旧制官立千葉医科大学、はい、という大学から流れを組んでいるそうで、まあ、旧官立大学の一つで、まあ、医学界ではすごい有名な大学として知られているそうですね。はい、あとはまあ医学部にちょっとまあ隠れがちなんですけど、はい、まあ、看護学部ですね、はい、まあ、こちらに関してはまあ国立大学で唯一の看護学部として1975年にまあ千葉大学にできたそうです。まあ、あの今はね、看護なんていうとね、結構いろんな大学にありますけれども、そうですね、まあ、歴史はね、かなりこうあるよということでございます。学科じゃなくて学部でできてるのがすごいなっていうふうに。確かにそうです、確かにそうです、はい、結構医学部の中にまあ看護学科として入る場合が多いかなと思います、はい、で次にですね、筑波大学なんですが、まあ、なんといってもまずは情報学部、こちらね、そうですね、ごめんなさい、情報学群ですね、はい、筑波の場合はね、はいはい、有名だと思うんですが、はい、メディアアートで有名でして、今でいうところの落合陽一さんですね、はい、まあ、メディアアーティストという肩書きで、まあ、日本で活動されている方の中には筑波大学出身の方がすごい多いように感じますね、はいはい、まあ、落合さんといえばね、僕の開成高校の先輩にあたる方ですからね、はい、であとはですね、あの体育専門学群というのがございまして、はい、国立大学では珍しくですね、その体育を専門的に学べる学部になってます、うん、はい、で僕がですね、昔、まあ、塾のチューター時代に教えていた子なんかも行ったりしたんですが、うん、結構ね、こう全国大会とか、はい、そういうところに出た方がまあ入ったりとか、まあ、あとはですね、そういったスポーツに関してまあ学べる、うん、いろんな、ね、科目とかがあるそうでございます、はい、はい、では次にね、まあ、だんだん大学行くっぽくなってきますけれども、はい、立地ですね、そうですね、立地まず教えてください。はい、今回はどこの距離で測ろうかなと思ったんですけども、まあ、関東ということもあって渋谷駅までの時間で測りました、はい、で、まあ、横浜国立大学が渋谷駅まで、あ、一応最寄り駅から渋谷駅までの電車の時間を考えてもらったらいいんですけども、うん、横浜国立大学がまあ37分、はい、千葉大学が65分、はい、筑波大学が80分ということになっていて、まあ、横浜国立大学に関しては三沢上町駅から渋谷駅まで473円と、まあ、筑波駅に関してはあ、筑波に関しては筑波駅から渋谷までで1452円、はい、千葉に関しては西千葉キャンパスって考えたんですけども、西千葉駅から渋谷まで65分で906円と、まあ、こういう風な結果になっていましたね、はい、まあ、そうです、渋谷だとちょっと渋谷自体が西側にあるので、はい、まあ、東京駅丸の内とやった時とまた若干違いはあって、ちょっと横国有利かなというところはありますけれども、横国は実際駅から横国までがすごいアクセスがあって、そうですね、遠いんですね、まあ、バスで行かなければいけないというふうにまあなっていて、まあ、なんですけれども、はい、ただ2019年11月に新しい駅ができるらしいんですね。そうですね、その横浜羽沢、これ僕の家の近くなんですけど、前のね、はい、危ない危ないね、特定ね、はい、羽沢横浜国大駅っていうのができるんだ、はい、なるほどね、まあ、こちらができると、まあ、直通で結構新宿につながったりもできるということで、はい、まあ、結構便利になるんじゃないかなと、はい、だいぶ変わるんじゃないこれね、そうですね、というふうに思いますね、はい、ということで、まあ、一応、まあ、この数字で見ると横国が有利のように見えるけれども、まあまあ一応ね、東京ではないのでどれも、まあ、ね、まあ、まあ似たり寄ったりなのかなとは思いますけれども ね、はい、次に男女比見てみたいと思うんですが、はい、これちょっとびっくりしたんですけども、横浜国立大学がまあ男女比 28%、はい、千葉大学が 40%、はい、筑波大学が 40% と、なんか横国の方が女の子多いんじゃないかなっていう風な印象、僕も印象ありますね
ったんですけども、意外と一番低かったっていうのが僕は調べてみてびっくりしたところでして、はい、確かに横浜だとおしゃれ女子がいっぱいいるイメージがあったんですけど、まあ、ただですね、千葉とかやはり筑波には、はい、あの看護系のようにこう女子率が特に高いこう学部学科、まあ、学群、まあ、そういったものが存在するんですが、横国にそれがないので、確かにそれがまあただ理工とかはありますから、はい、それでちょっと割合が下がってるのはあるのかもしれないですね。はい、続きましては課金費について見てみたいと思います、はい、まあ、課金費ってまだちょっと研究してない方は少し分かんないと思うんですけども、まあ、競争的研究資金と呼ばれていて、まあ、研究者たちが自分の研究を外部にアピールして、そして評価されたらもらえるお金っていうふうに汲み取ってもらえたらいいかなっていうふうに思っていて、はい、まあ、学会に出る時のお金であったりとか、うん、新しい装置買いたいなって時に使えるお金っていうふうに考えてもらえたらいいかなっていうふうに思います、はい、で実際には筑波大学が全国で9位でして、うん、42億円と、はい、千葉大学が14位で22億円と、はい、横浜国立大学が31で10億円と、まあ、少し差は出てるかなっていう風な印象を受けました。そうですね、数字だけ見ると、まあ、はい、2位の、まあ、ここの中で2番目の千葉の22億円に対して筑波が42億円なので、はい、2倍近く差があるというのはあるのかなというふうに思います、はい、でまあ、大学単位というよりはですね、そのなんとか大学だから上げるようじゃなくて、そうですね、この研究やってるよとか、まあ、その研究者、うん、研究室単位で、まあ、もらうお金なので、まあ、その一部その横国にもお金をね、いっぱい持ってる研究室は多分あるだろう、うん、はいはい、まあ、逆に、まあ、筑波でもちょっと、まあ、貧乏研究室で言っちゃうとすごい別にディスってるわけじゃないんですけども、はい、まあ、そこに苦労している場合もあると思うので、まあ、一概には言えないんだけれども、そうですね、まあ、ただね、全体で見ると確かに筑波すごいなというのはあると思います、はい、では次に就職力を見てみましょう。はい、今回は有名企業400社への実就職ランキングの2018年度のデータを持ってきました。はい、いつもの東洋経済オンラインさんのデータですね、はい、で 横浜国立大学が、まあ、全体で16位と、はい、千葉大学が全体で56位と、筑波大学が全体で59位というふうな結果になっていました、はい、まあ、これはあくまでその有名企業400社への就職なので、はい、例えば医学部とか、あとは看護とか、はい、まあ、そういったものがあるとですね、まあ、有名企業400社ではないですから、そうですね、彼らはしっかりとした就職先に行きますけれどもなので、まあ、ランクが下がったり、あと公務員とかもそうですね。なるほどなので、まあ、あまりですね、まあ、ここだけを見るのは良くないんですが、それでも横国はいいなと。そうですね、まあ、基本的に文系就職する人が他の2つに比べて多いのかなっていう風な印象を受けました、うんうん、そうですね、はい、はい、というわけでですね、今回は、まあ、いろんなね、まあ、視点でこの3つの大学、まあ、千葉大学、横国、筑波大学の、比較をしてみたんですが、まあ、最後にちょっとまとめをしてみたいんですけれども、はい、まあ、伊藤君何か感じた部分とかありますか？そうですね、やっぱり研究なら筑波が少し一歩出てるのかな、9点に並ぶぐらい頑張ってるのかなっていう風な印象を受けましたね、はい、あとはやっぱりこう医系ですね、はい、医療関係であればやっぱ千葉強そうだなというのは。そうですね、もともとね、千葉大の医学部めちゃくちゃ人気ですからね、はい、開成の友達もね、たくさん入りましたしね、まあ、あの僕らもコラボさせていただいた YouTuber の方ね、はい、千葉大医学部出身の細井先生なんかもいらっしゃいましたけれども、はい、まあね、そういった意味で結構いい名大かなというふうに思います、はい、はい、というわけでね、まあ、これからもいろんな大学比較しながら皆さんにご紹介していきたいと思います。もしね、やってほしいよっていうものがあれば、まあ、できるかわからないですけれども、ぜひコメント欄にコメントいただければと思います、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。